こんにちは。こんにちは。ウォーサンダー35回目の戦闘動画パートになります。よろしくお願いします。車両紹介とかは別動画が上がってるから、興味があれば見てみてね。はい、それではマップ紹介などです。マップは日本、DR5.0 から 6.0 でトップ戦場。最初はヤーツとパンターに乗っていきますよ。まずは A 拠点側に向かいましょうか。了解だよ。でも、拠点占領はしないんでしょ。そうですね、足が速くて目立たない軽戦車とかなら拠点占領もありですが、固定砲塔のこの子ではちょっと厳しいですね。というのも、A 拠点の北側から回ってくる敵さんや、サンラインを壁沿いに南下してくる敵さんがいるんですよね。私たちは駆逐戦車らしく D の2で待ち伏せして、やってくる敵車両を狙撃しましょう。オッケー、駆逐戦車の本領発揮だね。ということで狙撃位置までやってきました。予想通り敵が進んできてるわ。ナイス撃破です。D3485 でした。次の敵さんが来るまでカット。3分くらい A 拠点側監視していたんですが、ちょっと目を離した数秒で被弾しました。これは本当にイラッとくるね。砲手が気絶しただけなのでとりあえず正面向けましょうか。でもここ若干下り坂だから傾斜殺されちゃうな。飛んでくる弾は軽めなので大丈夫じゃないですかね。そうは言っても抜けないとも限らないしね。ある程度下がったら修理しよう。敵は知らん。フレンドさんに敵がいる位置教えてるのでやってくれると思います。他の味方は信用できないからね。分隊メンバーに頼むのが一番よ。はい、長い修理を終えました。これでやっと反撃できるわ。一歩届かずフレンドさんが撃破。ナイスです。これで自由に動けるわ。してずっと右側に敵がいるみたいだよ。フレンドさん情報だと何かはわかりませんが2両くらい敵戦車がいるようですね。大丈夫だとは思いますけど、相手の出方を伺って慎重に行きましょう。オッケーオッケー。次撃たれたらどうなるかわかんないし、弾受けは他に任せようね。敵戦車発見しました。こちらには気づいてないようです。よしよし、撃ちに行っちゃうかな。あれは T3485 でしょうか。下手したら抜かれますね。いけるいける、まだ大丈夫。あ、やばそう。ん？バレてなさそうです。焦ったわ。いただきます。ナイス撃破です。数分カットしました。正面に ARL 方法がいるので撃ちに来たんですが、見ての通り最悪な状況です。もうダメかもね。方針割れてるし反撃ができないよ。このまま交代してフレンドさんに倒してもらいましょうか。それが良さそうだね。敵の弾は軽いし、後ろ取られない限り抜かれないでしょ。ここで残念なお知らせです。え？フレンドさんも方針を壊されたようですね。そっかー、どうしようね。敵さんはフランスの LVT2体、装備は 40mm の機関砲です。両方の2体が取れちゃったし絶対寄ってくるよね。これは完全に下手くそポイントです。誰もいないのに迂闊に前に出すぎました。殺敵はしてたはずなんだけど、稜線の向こう側から来られたらどうしようもないかな。フレンドさんももう少し修理に時間かかるようなので、ここが正面場ですよ。正面なら余裕なんだけどな、側面はちょっと無理だよね。意外と大丈夫っぽい。なんだかわかりませんが被害なしです。おっし、フレンドが修理終わったみたいだよ。ナイス撃破です。本当に助かりました。そうだね、フレンドいなかったらやられてたわ。数分飛ばしましてエンジン音が聞こえてきたところ、正面の稜線裏にいそうです。 A 拠点にいた味方が撃破されたね。フランスのスーパーシャーマンだってさ。シャーマンはまだ気にしなくてもいいですが、 A 拠点の北側から砲弾が飛んできてます。先にそっち対処してから挨拶しに行きましょうか。了解だよ。でも撃ってきてる敵の位置は大体しかわかんないしな。ちょうどこちら側からは見えないんですね。当たってよかった。敵が甘い動きしててくれたおかげかな。T3485 撃破です。シャーマン出てきてる。ほんとよく弾きますね。まあトップ戦場だしね、格下になら少数余地でいけるよ。はい、スーパーシャーマン撃破です。ちょっとカットしまして、近くでエンジン音を確認したところです。フレンドと協力して倒してしまおう。私たちの存在はバレてそうなので、気を引きに行きますよ。こっち見てる隙にフレンドがズドンって感じの作戦だね。めっちゃ見てますね。どうしたらいいかな。とりあえずフレンドさんの準備が整うまで前後運動して、今すぐアピールやっておきましょう。なんかじわじわ進んできてる感じ。そうだとしたら好都合です。もっとアピールですよ。よしよし、フレンドが後ろ取りに行ったわ。敵さんは依然こちらを見てますね。てかさ、稜線裏から私たちの存在分かったなら、フレンドのことも気づいても良さそうだけどね。
そこら辺は謎ですが、正面の状況に集中しすぎて分かってないとかじゃないでしょうか。はい、敵車両はフレンドさんが撃破しました。 A 拠点に敵車両を発見したところ、後期が青くちゃ何も見えないよ、見失っちゃった。もう少し拠点側まで寄りましょうか。サクッとやりに行こう。ああ、後ろに敵さんがいたようですね。うっそ、どこにいるん？いないじゃんか。あ、待っていたぞ、早く車体を向けないと。はい、それでは2度目の出撃です。乗っていくのはパンター F 型、この子の足なら先ほどの場所まですぐ戻れます。もうね、絶対に許さないよ。あんな場所で持ってるなんて誰も思わないでしょ。さすがにあれはわかんなかったですね。前線までカット。ということで前線まで戻ってきました。近くに敵がいるみたいだよ。このまま突っ込みましょう。発砲確認、行くぞ行くぞ。狙い3つすぎる。スモークたきましたね。ますますどこにいるかわかんなくなったわ。ナイスです、 PG76B 撃破です。よし、じゃあさっきのやつに挨拶しに行こうね。だいぶ時間経ってますけど、まだいるんでしょうか。絶対いるでしょ、私は確信していますよ。ほらいた、見てあれ。本当にいました。一度倒せたからまだやれると思っているんでしょうね。一応マップポチポチしておきますか。じゃあ早速タイミング見て撃ち合いましょう。ガンにしてるから出ていくのは怖いけど、パンターの装甲を信じよう。よし、覚悟決めるよ。いい感じに見えてきましたね、撃てそうです。あれ、当たんなかったんですが。砲塔がちょっとしか見えてませんし、岩に当たったのかも。ま、リロードはこっちの方が早いし、じっくり狙うかな。は、貫通、嘘じゃん。まあでもこちらも弾いてますし、まだまだチャンスはありますよ。ちょっと待って、北側から横槍が入ってきたわ。これは良くないですね、スモーク耐えて一度交代しましょう。A 拠点側の車線を気にしながら撃ち合うこと数分が経過。やっと撃破できたわ、あの場所凶悪すぎるんだけど。ナイス撃破でした。あとは A 拠点側にいた敵さんですね、探しましょうか。オッケーだよ。この位置ではちょっと見通しが悪いので、スモーク耐えて奥の岩陰まで移動したいですね。大丈夫かな。近くの味方さんが高いところに登ってみてますし、敵さんがいてもやってくれそうじゃないですか。軍隊以外の味方は信じちゃいけないって、バッチャが言ってたよ。パンター足速いし大丈夫大丈夫。うわ、敵もちょうど移動中だわ。これは見つかってるやつー。危なかったー。砲手は生きているので、消火しないで反撃した方がいいですね。よし、KV85 撃破だよ。拠点も2つ取れてますし、敵さんのチケットも残りわずかです。修理してる間に終わっちゃいそうだね。ああ、わーい。修理終わる前に死んじゃうよ、マジで。後ろに着弾してよかったですね。側面とかだったら終わってました。ということで戦闘終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではリザルトです。非撃破数1、撃破数8、スコア2200で、チーム内順位は2位でした。やっぱりこのレート隊は楽しいですね。そうだね、砲将校の自動調節とか便利なものがないから純粋にプレイヤースキル出るよね。それと、戦ってるって感じがして私は好きです。高レート帯に疲れた時にやるといい感じよ。ということで、今回の動画はここまで。あ、それとウプ主は順調に仕事したくない病が出てきてるので安心してください。3ヶ月も仕事休んだら体おかしくなるって言ってたよ。それでは今日はこのくらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。